エンジェルハートイメージキャラクター吉岡里夫様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、でもすごく和気あいあいとしていて、まあ、テーマが本当にこう恋をするっていう女の子なので、なんて言うんでしょう、ちょっと心弾むような、そういうキラキラしたそういうイメージで撮影していました。シンプルであること、ずっとつけるものだと思うので、腕時計って。なのでいつもこうそばに、一緒にいても違和感のないそういうものを選びますね。あとは少しときめけるもの、ときめけるもの、はい、なんかこう視界に入ってきた時に気をつけていてもそうですけど、ちょっとこうキラッとしていたりとか、好きな色味だとちょっと気持ちも上がるので、はい、ときめけるっていうのも大切にしています。ときめけるもの本当に可愛らしい。いや本当にごめんなさい。あんまりキラキラさせちゃいけないのかなとか、少し真面目な場所に行くこととかも多いんですけども、そういう時にもやっぱり腕時計なら、なんか少し控えめにでも自分のおしゃれも楽しむっていうスタイルでつけられるアイテムだなと思っています。高校受験がすごく両親一緒に応援していただいて、とても大変だったので、第一志望に受かった時は両親が時計をプレゼントしてくれました。レザーで小さくて、今でも、はい、お守りみたいにして持っています。はい、ご自身からどなたかへプレゼントしたことはありますか？うんうんうん、時計ないんですよねまだ。あら、はい、なんでちょっと、まあ、本当に今日エンジェルハートさんのこの時計見てると、女の子はもう絶対嬉しいと思うので、私もこう事務所に後輩ができまして、はい、ちょっとその子にプレゼントしたいなと思っています。あら、事務所の後輩に、はい、優しい先輩ですね。なんかずっと自分が後輩だったんですけど、先輩になるとなんかやっぱすごく可愛くて、あら、なんか喜ばしたいってすごい思うので喜ばしたい、こんなところに男心が、ね、その子にプレゼントしたいなと思います。田中誠ちゃんっていう女の子がうちの事務所に所属してるんですけど、誠、はい、ちゃんはちょっと普段がカジュアルめなので、この白のレザーのパステルハート、シンプルなもの、はい、シンプルで合わせやすいんで、これとか好きじゃないかなと思っています。いいじゃないかなと。なるほど、はい。